ここでちょっといいタイム出して、あとに続くライダーたちにプレッシャーをかけていきたいところなんですが、平田選手、何秒出せるでしょうか。2秒前半あたりを。これは、なかなかいいタイムが記録できるんじゃないでしょうか。前半は、いい感じでまとめてきている走りでした。コーナー立ち上がってきまして、注目のタイムさあ、ここのヘアピンで綺麗にまとめてきた感じがあります。さあ、先ほど有本がマークしましたタイムを更新できるでしょうか。スピードパワーに任せての加速、そしてツーストロークのパワーでこれでスピードを稼いでいきたいです。やってもうた、ちょっとミスしてしまったか今。さあ、タイムを、有本のタイムを抜けるんでしょうか。チェッカーが、それ、二勝機が振り押されてレースタートになります。インスタートを決めるのは、ゼッケン2番、最後の中のゼッケン2番、行けるか、合わせてきましたが、そしてゼッケン50番、どうした。
ですさあ、そして、いただいてからね。